で、話の流れでそのリーディングですとか、そういうのが出てきましたけれども、当然、なんか、近道さんって鑑定もなされるじゃないですか。だから、人もなんかそのリーディングとかそういうのが見れるっていうことなんですよね。させていただきます。よく聞かれる、フォースとかそういうものなんですけれども、今一度ちょっとフォースっていうのがどういうものかっていうのをちょっと説明いただければなと。ありがとうございます。フォースっていうのは適当にフォースっていう言葉を使ってるんですけど、この人の体っていうのは肉体と、オーラシステムがあるんです。重なって。そこには、僕はバーバラ・アン・ブレナンさんの、NASA の物理学者されてた、バーバラ先生の理論を、活用してるんですけど、バーバラさん、オーラの中の三層構造があって、コアスターっていう根源の光がおへその奥にあるっていう無限構造の領域と、次は、ハラレベルっていう地球のコア、中心に向かって矢印みたいなものが繋がってる。体から下に繋がってる。そこには丹田のシステムとか、があります。そういう次元領域もあり、さらに三つ目の次元領域として、チャクラとか、オーラのエネルギー層、第七層とかですね。第何チャクラとか、そういう次元構造のある三つ目の領域もあったりして、コアスター、ハラレベル、チャクラシステムレベルと肉体、それらを全部を総合的に活性レベル、どんだけ活性して輝いてるのかっていうのを数値化をして、わかりやすく、いいですよ、悪いですよ、調子いいですよっていうのを数値化した方が、多くの人に分かりやすいんじゃないかっていうことで、単に良い悪いとか良くなったとかいうよりかは、プラスマイナスとか、300とか600とか1200とか、時とともにそれが移り変わって、例えばマイナスになったら、こういうのが原因になってますっていう、点と点がしっかり論理的に説明できるように、分かりやすく説明された方が理解が進むんじゃないかっていう意味で、数値化を使ってるんですけど、それをフォースの数値というふうに、フォースという言葉をちょっと使ってます。なんていうか、日本語で言うとこの生命力みたいな、そういうことに近いものなんですかね。そうですね。非常に生命力の数値と言ってもいいかもしれませんね。それって、ゼロがやっぱ、基準値ではあるんですか？ゼロだと、フォースの、数値自体の、プラスとマイナスは空間との化学反応を見てるんです。例えば、マッチを吸って火がつくとしまして、火がつく前をゼロとして、マッチを吸って火がついたら、プラス50とか60の炎だとか、おおって大きく燃えたらプラス300だみたいな、この化学反応量、炎は、火薬と空間にある酸素とのその関係で炎が大きくなったり、あるいは風が吹いてきた炎が消えかかったり、火薬と酸素の量で炎が上がったり下がったりするんですけど、エネルギーも、人間の、エネルギーの数値も、自分の生き方の価値観、どういう思いを持って、何がふさわしくて、ふさわしくなくてとか、自分の生き方の価値観によって空間が、街の炎と空間の関係みたいに、自分の価値観、生き方と空間が反応するんです。炎みたいに。燃え方ってことですよね、それオは。ーラの炎の燃え方
でしょう。ああ、ということは、そうか、はい、炎がない時点では、うん、別にそれは数値ではないっていう、あの、生命的ではないっていう、まあ、ことになるんですね。ほとんど炎がゼロみたいな生き方をされてる人も、プラス2とか、ほとんど反応はしてないみたいな生き方をされてる方も、当然いますし、はい。はい、空間が喜ぶ生き方ですね。空間が喜ぶ。空間が生命として主体性を持ってるとして考えて、僕たち人間を見てるとした場合、はい、空間が喜んでしまうような生き方をしている人間のオーラを引き上げるんです。ああ。は人間が空間に対して、空間や人々に対して、その空間や人々が活性化する方向、より素晴らしくなっていく方向に、そんな考え方を持って生きてる人に対して、空間はオーラをたくさん化学反応で、輝かせます。この人の生き方と空間の評価ですね。空間からの評価で、オーラやエネルギー、数値っていうのは、300だよとか900だよとか7000だよとかいうのは、空間が喜んでるレベルを数値化してます。それは、平均値とかってあるんですかね？平均値は、憑依されてたり、迷われてる人間とか、地味魍魎とかに疲れて、自分を見失っている人たちはマイナス500とかマイナス2000とか出るので、平均取ると、世界中で平均取るとプラス2ですね。世界平均がプラス 2? プラスの人もいれば、はい、マイナスの人もいらっしゃるので、平均上げていきたいものですね。例えば、これぐらいあると、結構、なんつうか、すごい、高いレベルの人だみたいな、なんか表現、正しいか分かんないんですけど、そうなるっていうと数値ってどれくらい以上とかになるんですかね。例えばチベットヒマラヤで世界平和を祈りながら座禅を組んでいるチベット僧の人で、はい、座禅組んだまま空中に浮いてるような人はプラス6700とかを出してました。やっぱ1000超えるとそのレベルにやっぱ行くんですかね。いや、それは特殊な多分修行があるので、はいはい、6000超えたらイコール空中浮揚ではないですね。たまたまその人が6700だったとか。はい。でも、数値としてはだいぶ高い、高いですね、はい。空間からかなりの評価を得られてますよね。それって、ちなみに、私は見られるんですかね。あ、はい。はい、お待たせしました。プラス800です。800。はい。おぉ、800。というのは、まあ、どんな感じなんでしょうか。というのは、真実を求めたり、自分は誰かとか、この世界どうなってるのかなっていう探求心を持って日々歩まれてる人が、その数値になりやすいです。ああ、そうなんですね。道を求めてる方とか、700、800になりやすいですね。その探求心を捨てると、はい、300とか400にダウンしていきます。あ、結構がっつり減っちゃうんですね。そんな、ことを真実とか哲学とかに興味ないよっていう生き方をしてると300とか400とかしか、はい、エネルギーは発動しなくなりますね。化学反応する、空間と化学反応する、引っかかりが なくなっちゃうので、はい、探求心や好奇心はその意味では人間のプラスの、美徳なんですね。そういうのがあるっていうことはいいことなんですね。あ、ありがとうございます。じゃあ、その探求心、好奇心っていう、その先の数値っていうのは、じゃあ、どういうタイプになるんですかね、人を。その場合は、ちょっと、もう少し、はい。スピリチュアル的に深まっていくっていうことですね。
スピリチュアル的に。あ、気づきが結構たくさん得られるっていう状況です。気づきがわずかなプラス2とかプラス3とか、はい、ちっちゃく、獲得していきますので、はい、こういう時ってやっぱこういうものだなっていう、たくさんの美徳、勇気とか、謙虚とか、包容力とか、いろんな時に立ち直れる美徳の気づきをたくさん持ってるっていうのは、ちっちゃく美徳を築き上げていけれるので、合計として、1000とか1500とか2000とかを、唱えてる方々っていうのは、それだけの魂の美徳を獲得できてるっていう段階ですね。まあちょっと俗的な言い方になっちゃいますけれども、目に見えてる部分だけじゃなくて、目に見えない部分までも、配慮っていうか、なんかそういうものにちゃんと目を向けられてるかどうかっていう。まあ、そうですね。はい、単なる気遣いとか、はい、人に対する立ち振る舞いとか気遣いとか、はい、その人に対して優しくするとか、はい、その人の何日か先のことも思って言葉をかけるとか、はい、深み、立ち振る舞いにどれだけ深みが出るかっていうところもポイントだと思います。うんうん、その他の人をどれだけ心配してあげて心を組んであげれるかとか、はい、表面的にコミュニケーションして、はい、終わりみたいな、では浅はかでエネルギーはほとばしらないので、はい、やっぱり一日一日出会う人たちの幸せを心底を思って、それを形にできる、アドバイスできる、その人の生き方を変えてあげれるような自分であるっていう、そこまで達人になっていくと数値は深まりますね。ああ、なるほど。どれだけ人を幸せにできるかっていうことですよね。なるほど。それは、以前、インタビューさせていただいた福島のゆりはなさんにも、まあ言われましたね。はい。これから、いかに周りの人たちの、なんか、喜ばせられるようか、かっていうのが、やっぱ、魂をより良くさせていくために必要なことだっていうのは、はい。ありました。やっぱそこなんですね。まあ、王道というか、奥義の部分ですよね、はい。そうですね。はい。かなり、今回でも、はい。かなり確信に行ったような感じはします。で、ちなみに、はい。フォース上がってるんじゃないですか。ちなみになんですけれども、そのフォースの数値っていうのは、その自分のこの、いろいろ、なんていうか、考え方とか、立ち寄る舞いとか、そういうのに、まあ、影響して数値化されるっていうのが、今あったんですけれども、これって、例えば、なんていうんですかね、自分のその、前世とか、先祖とか、はい、そういうものと、なんか、地続きに、延長線上にあるようなものっていうか、なんか、影響を受けてるようなことはあるんですかね。そうですね。ある程度の足腰は生まれ変わりの場数に左右されるので、前世、前々世とかですね。はい。ずっとその、上がり下がりはあれ、しっかり人生を体験して、学びを深めてると思います、はい。はい。その好奇心とかそういうのも、なんていうか、先祖とか前世とかそういうものがあって、こういう風になってるっていうところなんですかね。まあ、傾向性とか流れは、あるんですけど、まあ、与えられた舞台で、自由もありますから、はい、一概に先祖とか前世、だから今がこうだっていう、よりかは、今の与えられた環境の中でどれだけ切り開くかっていう、ところの方が重要ですね。ああ、なるほど。はい。そうですか。フォースとか、例えば、他になんかフォース以外でどういうものが見れるかっていうのは、近道さんあるんですかね。例えば、のでもとにおられる、ニューマさんの守護霊なんですけど、はい、守護霊。
男性で日本人の方で。日本人。これ室町ぐらいですかね。西暦1300年ぐらいの。室町？はい。岩手とか福島あたりにおられて。あ、同じ東北ですね。これは、なんか、貴族の方ですね。貴族ですか？珍しく。貴族？はい。結構位が高いですね。高いですね。ちなみにそれは、歴史的に知られてるような方とかそういうのではなくて。1300年代の東北の太平洋側の貴族、結構位高いですね。初めて聞きました、その話。宮様の、はい。誰かでしょうね。その方が今、私に、なんか、喉元にいらっしゃるので、喉元、はい。高貴な、まさに今の大河ドラマの世界じゃないですかね。それって、なぜ私かっていう、その理由とかってあるんですか？その、なぜ私にっていうのを、そういう理由とかってあるんですか？あ、生まれ変わりの、あ、なぜ私にって、今回、ニューマさんが生まれるので、バスケットボールチームみたいな生まれ変わりチームが、はい。自分が、700年前に日本に出てるから、はい。まあ、よその国のメンバーよりかは、自分が出た方が、しっくりくるんじゃないのって言って、ああ。私が守護霊しますっていう感じで、あ、よろしくね、みたいな。あ、そうなんですね。ありきたりな会話ね。あ、そうなんですね。あ、よろしくお願いします。まあ、聞こえてるかどうかわかんないですけど。貴族？貴族社会の方ですね。そうなんですね。いい暮らしをされてますね、非常に。いくらしよう。特級の貴族ですよ。はあ。太平洋側の宮城とか福島、あっちエリアですね。1300年代の。なんていうか、私も、まあ、青森県で言えば、まあそうですね、太平洋側と言えなくもない場所なんで、はい。はい。なんか、その、なんか縁を感じますね、それは。そうなんですね。はい。なんかこういうお役目でそちらをこう統括でもされてたんですかね。例えばその室町の方は何かこっちに訴えようとしてることとかってあるんですか？あ、普段訴えてるので今はないみたいです。今はない。ああ、なるほど。人生の支配率を見てみましょうか。あ、はい。支配率。五分五分ですね。五分五分。ひらめきとか、人生に向ける取り組みとか、はい、仕事のスタイルとか、インスピレーションがニューマさん 50%、守護霊さん 50% みたいな、今喋ってるのも半分ニューマさん、半分守護霊さんですね。三脚状態になってます。あ、なんていうか、まあ、バランスいいっていう感じですかね。ハーフハーフですけど、はい。晩年は、7対3とか8対2ぐらい、生まれてるニューマさんの方でリードして、したいものですね。ああ、私の方が。向こうの上を行くみたいな。ああ、なるほど。もうちょっと。最後の向こうが上を行かれてたら、はい。もうちょっと頑張ったらよかったなって、亡くなったと言われるので、ああ、なるほど。ワンランクちょっと上に行けるよう、その件みたいな。もうちょっとワンランク上の、なんか、レベルで、になれるように、更新できるようにっていう、ところですね、それは。ワンランク、守護霊をワンランク超えろみたいな。はい。なるほど。はい。まあ、向こうはね、アナログの時代ですから。はい。こっちは、今、最新価格の、
割と時代なんで、はい、こうリーダーシップにおいた負けずにちょっと攻め、今から攻めの人生で、あの、はい、でもだいぶ12とか7、3とか6、4の時代もあったと思うんですけど、だいぶゴムゴム、ゴブゴブで、はい、あの、第2コーナー回ってこう、並んできたので、あ、今人生の第3コーナー回る頃は、ちょっと、最後、ウィニングランで駆け抜けれるんじゃないかなって気はしてるんですけど、あ、今その、ちょうど、ちょうど、あの、同じ位置に、私が到達できるようになったってことなんですね。そうですね。ここで失速したら、はいはい、あの、いけない。ニューマさんは第3コーナーに向けて、はいはい、ゴール、全力疾走しないといけないなっていう景色が見えました。わ、はいはい、かりました。はい。走ってますね。ああ、はい。はい。わかりました。はい。なるほど。室町の貴族。私、そういうの見てもらったの、もう初めてでしたね。結構高貴な方で、大河ドラマの、あの、光る入前って感じですね。あ、そうですか。ありがとうございます。まさに今からの、はい、光られるんだと思います。あ、ありがとうございます。はい。光る。はい。本当にいい未来が見えてよかったです。あ、ありがとうございます。明るい、そうですね。まあ、なんていうか、今、そうですね。明るい未来というか、あんまり私、未来とか、なかなか考えられなかったっていう時期がやっぱありましたので。明るいですよ。そうですか。なんか。ちなみに、大河ドラマが見られて。私、そういうのは、あの、テレビもないんで、ちょっと見てないんです。今見てないんですね。見てないんですね、はい。ああ。はい。まさにあの世界が、はい。非常に懐かしいなと思う。きっと、魂が、思う、雰囲気の状況なので、あ、そう、多少はね、不安なので、ちょっと、時代が前後するんですけど、はい。見られたらまた、機会があったら見られたらいいと思います。ああ、なんか懐かしいなとか、そういうのが、なんか共鳴みたいなのがするかもしれない。空間の世界なので、あそこで書かれている、今の光る君へっていう、大河ドラマが、はい。非常にちょっと、同じ世界なので、はい。これはおすすめですね。今からテレビを、そうですね、テレビを、もし買われたら見てください。あ、わかりました。はい。まあ、ネットでも見れるのかもしれませんけどね。はい。なんか、見れるようには、したいと思います。はい。なんか、レンタルとかでもいけそうな気はするので。はい。はい。そうですか。でも、大河ドラマよりも、今の大河ドラマは、ニーマさんの世界なので。ああ、なるほど。はい。うん。あ、近い時代っていうところ。近いですね。まさに、守護霊の。時代です。じゃあ見れば守護霊さんも喜ぶかなっていうところですかね。そうですね。守護霊さんはかなり見ると思います。あ、私の時代だ。雰囲気がね、数百年、ちょっとずれてるけど、見てるな。はい。なるほど。はい。わかりました。アドバイスありがとうございます。はい。そっか。もう今後、まあそうですね。私もどうにかして、なんか良い方に、なんか未来っていうかそういうのをしていけるよう努めたいなとは思ってはいるんですけど、なんていうか私、やっぱ悲観的に生きてきた期間がだいぶ長かったっていうのが、やっぱあるんで、まだまだちょっと自信がちょっとない、まだ踏ん切りがついてないっていう部分もやっぱ、残ってるっていうか、あるにはあるんですよ。あ、じゃあまだ伸びしろがめちゃくちゃあるということで。はい。伸びしろがある。はい、走り抜けますね。あ、そうですか。例えば、私が気づいてないような、なんか、気づいてないこと。なんかトラウマみたいなのって私って何かあるんですかね。トラウマですね。ちょっとお待ちください。はい。3つありますね。三つも、はい。一つ目が、大きく悲しみ。悲しみ。
はい、悲しみの塊が大きくて、二つ目が、不信感。不信感。悲しみ、不信感ときて、三つ目が、不安感です。ああ。まあ、悲しみを、ユーマさんは力強く、強く生きようと心に決められてるので、はい、何か悲しいことが起きても、いや、悲しいんじゃダメだって言って悲しみを止められて、我慢してずっと、過ごしてきて、悲しみがどんどん増え続けるんです。止めるたびに。あ、抑制してるからってことですかね。悲しんでたら、いけないというか、もう否定、悲しくなってもそれを否定されて頑張るので、それを逆に悲しいことは悲しいっていう、この、胸にこう思いっきり痛いほどの悲しみになったとしても、うん、感じきるっていう、5分でも10分でも悲しいっていう気持ちに素直に感じることで、オーラから出ていきますので、はい。そのトラウマはちっちゃくなるので、はい。あと、不信感なんですけど、宇宙は信頼でできてるんです。宇宙は、はい。絆。あらゆる社会で人の絆は、信頼で、はい、星々の連結も信頼でできてまして、はい。不信感っていうのが、それでもあるっていうのは、いろんな事件とか、信じられないような、出来事とか、いろいろニュースとかで、世間で、ネットニュースで話題に見たとしても、はい。それをもって、不信感をもって人生の価値観とか、自分自身を不信、世界を不信で見るっていう、その取り決めを解除する必要があります。解除、うん、世の中があまりにも泥棒とか犯罪や戦争があったとしても、それは自分自身や世界への不信感でなく、是々非々、そういう人とか出来事と自分自身や宇宙への信頼とはちょっと区分けする必要があるんですけど、信念体系でミックスにしちゃってるので、なく自分は不信の対象にしたり、世界を不信の対象にしてるので、なんて言いますかね、リンゴを置いてたらカビが生えるんですけど、リンゴそのものはカビじゃないんだっていうことです。カビはカビ、うん。カビの部分は削ればリンゴの綺麗な部分が出てきます、うん。でも全体をカビ扱いしてはいけないですよっていうところの、ぜぜひひの区分けを信念、ビリーフですね、うん。自分の、これはオーラの第三チャクラとか第三層。メンタル層というところに影響があるんですけど、うん、そこを信頼で満たす必要があります。例えば、なんか、不信とかそういうのを抱いたとしても、なんか、ものによって、使い分けるっていうか、信じるところは信じてっていうところで、分ける必要があるっていう。もちろん、詐欺師とか、はい、変な出来事に対しては慎重に、警戒して、はい取り組む必要があるんですけど、はい、根本的な自分自身とか人間、うん、世界に対する信頼の部分を崩さないっていうところですね。宇宙は信頼っていう大切なエネルギーで結びついてるんですけど、はい、自分自身が一つのキーとなって不信の一粒になってはいけないので、自分も信頼の一粒として輝かないといけないので、そこの気づきが得られたときに、オーラは飛躍的に増加します。あ、その不信感が、はい。その不信感が、自分自身に対しても言ってるってことなんですかね。無意識に自分自身を不信で満たしているっていうアクションを起こしているので、トラウマの二つ目に出るんですけど、信頼に満ちる必要があります。どんな時も
信頼に満ち溢れてる必要があります。なるほど。はい。自分っていう存在と宇宙、世界に対して、はい。信頼に満ちてる必要があります。まあ、そう同じく三つ目の不安感も、はい。絶大なる安心に満ちてる必要があります。はい。個々出来事、いろんなハプニングに対しては、はい。警戒して慎重に対応するべきなんですけど、はい。根拠なく何でもかんでも不安感を抱いてるっていう必要はないので、信頼と安心感っていうのを育む必要があります。ああ、なるほど。はい。そっか。こういうのってやっぱあれですか？その昔幼い頃とかのその生き方で形成されたとかそういうことなんですか？幼い頃の何気ない4歳か5歳の頃にお父さんかお母さんから、こらって言われただけで、原因の地図ができるので、に恐怖を感じたときに、うん、うわ、怖っと思って、でも恐怖を感じていると自分自身が辛くて守れないんじゃないかと思って、うっと我慢をして恐怖を感じるのを止めるんです。そこが全てのスタート地点になります、トラウマの。感じ取って、それを5分、10分感じ取ろうねっていう人もいないので。はい。で、時と場所と人を変えて、数ヶ月とか経って、何気ない出来事にも、かつて止めてしまった恐怖が解け出そうとして、恐怖を感じて、また意味不明な恐怖を感じて、またそれを止めるんです。本当は恐怖を感じてくれて、外に出たかった恐怖感が感じてほしいって動き出して、意味不明な時に恐怖感が出てきて、パニックを持って、再び止めてまた大きくなるっていうのをちっちゃな頃からやって巨大化させてるので、そのからくりに気づいたら解放の第一歩と言いますか、はい。そんな感じでしょうか、トラウマについては。はい。まあ、トラウマはそうですね。まあ。こういうのはあれですかね。やっぱ、克服っていう形で、なんていうか、切り開くとか、そういうことをこれから、はい。ゆったりしてて、思い出が浮かんだことについては、その思い出を最低体験して、はい。その時の出来事の自分の気持ちっていうのを再体験するっていうのがポイントになりますね。何かを克服しようっていう力みよりかは、思い出の中に浸ってそれを感じるっていうのが、トラウマ解消のポイントになります。過去のマイナスの、なんかその思い出とかそういうものよりも良かった方をもっと、なんかイメージできるようにっていう、とかそういう。それはですね、はい、思い出す思い出で大丈夫ですね。ああ、なるほど。はい。いいも悪いも。はい。おそらく、その苦手だった、思い出したくないような辛い思い出っていうのが思い出されても来ると思うので、はい。それを再体験していくって途中で止めずに、はい。引っかかってる思い出が出てくるので、はい。はい。まあ、気楽な感じで取り組めます。はい。わかりました。はい。トラウマ3つあるっていうことで。なるほど。はい。あ、わかりました。ありがとうございます。結構がっつり見ていただいたなって感じがしました。はい。見忘れてることがあれば、言い忘れてること。あとは、そうですね。ありますか。結構。例えば、その、近道さんの方から何かあります？
これだけはちょっと伝えておきたいみたいな。そうですね、呪詛とか家計の因縁とか、ああ、そのぐらいですかね。興味があれば見ますし、スルーしても大丈夫です。呪詛とかってそういうの見られるんですか。呪詛ですね。へえ。あ、ありますかね、そういうの。私ありますね。ある。背中に、はい、矢が刺さってますね。矢が刺さってる、はい。30本背中に矢が刺さってまして、30本、これはオーラ大妄想アストラル体っていうところなんですけど、はい、男性からの矢ですね。男性から、年上の男性からの矢が刺さってまして。年上、はい、5年前ぐらいですね。陰口とか悪態をつかれたっていう、5年ぐらい前に、はい、年上の男性から矢が刺さってるので、はい、これは、そうですね、またお会いした時に撮りましょうか。わかりました。矢が、はい、30本ってなかなかの量じゃないですか、それ。正面からだったら、直接説教されたとか怒られたなんですけど、はい、遠くから背中に刺さるっていうことは、はい、陰口で、ぐちぐち、恨み口を言われ、憎まれ口を叩かれてる、年上の男性、はい、5年前ですね。5年前。あの方からちょっと嫌な人がいたなっていうのは、後から皆さん気づく人が多いんですけど。年上、年上の男性ですね。へえ。またお会いした時にとかしますね。はい。まあなるべく人には優しく、はい、お互い優しく、はい、剣とか矢を差し合い しないっていうのがポイントになりますね。喧嘩とかせずにね。はい、気をつけます。ちょっと今のところ私には思い当たる人が思い浮かばないんで、はい、突然言ってしまいましたのでね。ええー、とんでもないです。まあまあ、なんかそういうのがあるっていうだけで、まあまあそうですね、なんというかそういうので角を立てずにっていうところですね。人に、はい、人を大切にしましょうという、優しく、人に優しくっていう生き方です、ね、はい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。もう本日も、はい、長々とありがとうございました。いえいえ、はい、ありがとうございます。じゃあぜひ次回もしお会いできた時があるんだったら、その呪詛についてはまたちょっと細かく、はい、はい、よろしくお願いします。いただきます。はい、本日はどうも長い時間ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、それでは楽しかったです。はい、こちらこそ大変面白い話たくさんできてよかったです。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは失礼いたします。はい、失礼します。はい、ということで、はい、近光さんとの、まあ、インタビューというか、はい、お話でした。まあ、岡山、何年か前のその岡山でのイベントでの思い出話から、はい、古代遺跡の話、そして私の、まあ、鑑定というか、そのお話させていただきました。はい。大変貴重な、はい、時間を過ごさせていただきました。はい、不思議な話、妖怪、UFO、ユーマ、心霊など、そういうお話ありましたら、お便りでぜひお寄せください。tokushima@yahoo.co.jp まで、メール、送っていただければと思います。それとですね、ショート動画というのも、現在、公開中でございます。今、ファーストシーズンなど、初期のものの、まあ、公式切り抜きという形で公開しておりますので、そちらも、ご覧いただければと思います。はい。それでは、次回、山口先生やアイムさん、エスカリータリエさんなどが、まあ、揃ってた時にまた、お会いしましょう。
ご視聴いただきありがとうございました。それでは、さようなら。